皆さんどうもこんばんは、MTです。今日はですね、お休みでございます。すいません、いつもね、月火木金と一応動画とライブというものをテレコにしているわけですけど、今日はすいません、お休みです。というわけでね、また会いましょう。その代わりに皆さんに宿題を出しておきますね。さて、私がお休みといったこの回はお休みになるんでしょうか。まあ多少のね、自己言及型といえば皆さんピンとくるんでしょうか。まあこれがお休みに入るか、もしくは僕が嘘つきだということになるんですけど、私は嘘をついたことになるんでしょうか。いやいや、嘘とか本当とか別にどうでもよくね、人間なんてみんな嘘つきなんだからさ、みんな応援しますとかさ、みんな頑張ってくださいとか言うけど、まあみんな嘘じゃないですか。まあそんなことじゃなくても、あなたのこと愛してますってね、離婚する人ばっかりじゃないですか。そんなわけでね、世の中みんな嘘つきなんで、嘘だとか本当だとか、まあ正しいだとか正しくないだとか、真理だとか、まあ嘘だとか、まあ善悪だとかね、そんなことはどうでもいい話なんですよ。みんな嘘つきで、みんな本当のこと言ってるのでね。まあそう言っている私の今日お休みですという言及は、果たして嘘なのか、それとも本当なのか、そんなことを超えて、これは正しいのか正しくないのかということをぜひともね、問いたいと思うわけです。さて、正しいか正しくないということさえもはや問題ではならないという、まあ、現実に即した言い方をするのであれば、果たして私がお休みですと言った時のこの動画にはどのような、まあ、哲学的な論理的な価値があるのでしょうか。それについて皆さんは、宿題ということで、朝日裁判と朝日裁判、なんだっけ、この張り紙禁止という張り紙には意味があるのかと、まあもしくはクレタ人のパラドックスということを、まあちょっと調べてみるといいかもしれません。というわけでね、今日はそんなお話でした。ありがとうございました。次回もご覧ください。さよなら。宿題ですよ。